11世紀のシャホンタルムードトーラーヘブライ語聖書とタナフ全体は、成文トーラー、成文立法として、クデントーラーと主に二重のトーラーの一部とされる。トーラーは教え、指し図、理論、学説の意味であり、算術、論理学、認識論のように一般名詞としても使われる。クデントーラーはタルムードの代名詞となった。最初の号書は、フンマーシュ。 キリスト教的なニュアンスを含む用語では、五書ペンタトク、モーセ五書ファイブ。ブックス・オブ・モーゼズである、字体がすでに、キリスト教的ニュアンスを含んでいる。本来のヘブライ語での、生徒は特別な、特殊な、他と違う、検定された、検納された、捧げられた、追やされた、といった意味である。タナフは本来セーフェルートーラーとして、巻物の形であった。 なお、旧約聖書というのは、キリスト教徒や彼らの影響を受けた、異教徒の呼び方、考え方であり、ユダヤ教、つまりユダヤ人は、キリスト教徒の言う、新約聖書を認めないため、旧約聖書とは呼ばれない。立法五巻。創世記、デエジプト記、レビ期、民数記、神明記預言者八巻。全預言者四巻。ヨッシュア記、シシキ、サムエル記。 列王記語予言者4巻。イザヤ書き、エレミア書き、エゼキエル書き、十二章予言書書書11巻。真理3巻。詩編、神言、呼ぶき巻物5巻。ヤビカ、ルツキ、アイカ、伝道者の書、エステルキその他3巻。ダニエル書き、エズラキ、ネヘミアキ、歴代史、アイ、ツー、ありがとうございます。